どうもどうも、まさとです。ビーパル11月号、本日発売となりましたんで、早速買ってきましたよ。今回の特集は、簡単激うま秋冬キャンプ飯というのが、特集で組まれております。全37レシピというふうになってますね。で、今回の付録、こちらでございます。ファイヤーブラスター&バーベキューフォークということで、チャムスのやつがついてるんですね。で、それがこちらになります。じゃ早速ね、中見ていきたいと思います。いやー、待ってましたよ、こちらね。では開けます。はい、出てきましたよ、こちらになります。滑らないから出てこない。はい、ということでこちらですね。糸当てない。はい、こちらキャムスのファイヤーブラスター&バーベキューフォーク、こっちがバーベキューフォークですねとなっております。これが今回ビーパル、11月号の付録となっております。ちゃんとチャムスと入ってますね。こういう感じが、ここから息を吹きかけるというふうな感じで、ね、これで伸びると、結構伸びるんじゃないかな。こっからね、こういう感じでね、伸びます。どうだろう。ちょっと息吹きかけてみますね、こちらね。ちょっと長すぎてわからない。こんなもんなのかな。実際ね、ちょっとこれ焚き火するときに使ってみないとわからないんですけれども、で、まあ要は皮膚希望ですね。で、こちらが、バーベキューフォークということで、使う場合はぐるぐる回してね、ここに取り付けると。で、あとはこの部分を外してですね、そんな、これ鋭角じゃないですね。ここに、まあ、ソーセージやらマシュマロやら、そしてね、焚き火のところに、こうやって、火のところ、焚き火の火のところに当てて焼くというふうな感じですね。うん。ちょっとこれ、どうなんだろうね。あまり太いんですよね、ここの部分がね。使えるんだろうか。まあ、私は多分、これは使わないとは思いますけれども。これ実際できるんですかね。まあ、また機会があったら、まあ冬場、秋から冬にかけてちょっと焚き火すると思うんで、使ってみたいとは思います。ちょっとここ太いのが気になるよね。マシュマロ用って書いてますね。これ、よーく見るとね、マシュマロ用アタッチメント付きというふうになっておりまして。で、これ書いてあるのを見ますと、長さですね。この皮膚規模、まあ、ファイアブラスターの長さ全体が77センチ。になります。で、これを付け加えると、このバーベキューフォーク付け加えると88センチになりますということです。それぐらいですね、説明としては。あまりいろいろ書かれているわけではないんですけれども、こういうやつですね。私ね、前にね、皮膚規模これ買ってます、ネットでね。こういうやつですね。これも結構、これが滑らかに伸びますね。こっちはちょっとね、硬い感じがするんですけども、長さ的に言えば、ちょっと長いですね。15センチほど長いかな。こっちの、今回の付録のチャムスの皮膚規模ね。どうなんでしょうね。どっちの方がいいんでしょうね。ちょっと長さを合わせて、ちょっと勢い、まあ感覚になるんですけども、それちょっと確認だけはしときたいと思います。長さをここ合わせます。ここですね。感覚だけ、私の感覚だけになるんですけど、風速計とかありゃ分かりやすいんですけどね。うん、感覚からしたら私、元から持ってるやつの方が
風の勢いは強いです。でこっちの方も軽いんでね、うん、どうなんだろうねこれね。まあチャンスということを考えればいいんですけど、であとここのグリップですね、難しい問題ですね。風の息吹いて、風の勢いはやっぱこれ元から持ってる方の方がいい感じです。こっちちょっともうちょっとちょ、うん、先がね違うし、この穴の大きさも違うんですよね。まあその関係があるんだろうと思うんですけれども、うん、まあ一応このビーパル11月号のチャオスの付録、ゲットいたしましたんで、ご報告がてらに、動画にアップさせていただきました。今ならね本屋の方に山積みされておりますんで、気になる方はご購入してみてはいかがかなと思います。一応ね概要欄の方にリンク貼っておきます。 Amazon と楽天のリンク貼っておきますんで、そちらの方、ご覧いただければなと思います。朝の時点で Amazon の方ではまだ販売されておりました。どうしても欲しい人は本屋の方に急いで買いに行っていただければまだ手に入るとは思います。はい、ということで今回はビーパル11月号の付録ファイアブラスター&バーベキューフォークのご紹介させていただきました。ということで今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。